それでは、時間になりましたので、本日の、京都大学防災研究所フォーラムを、始めさせていただきたいと思います。本日はですね、自主的避難のための水害リスクコミュニケーション支援システムの開発という内容で、防災研究所、社会防災研究部門、畑山が、発表させていただきます。よろしくお願いします。今日の話は洪水の、話です。水災害の話なんですが、水災害についてはですね、最近のトレンドがどうなっているかというのを見ますと、実際にですね、造船、浸水の面積って減ってきていると、あるいはその、宅地その他に出るような浸水面積も減ってきている、これは、ハードの、水害対策っていうのが、大変進んできているということを、指しているんですが、その一方でですね、じゃあその災害時に、被害資産というのを、見てみると、どんどん増え続けていると。でこれはどういうことを指しているかというとですね、浸水する面積が非常に狭くなってきたけれども、そこに資産が集中しているので、非常に多くの被害が出てしまっているというような、ことを、このトレンドが表している。で、ここに示したように、治水事業で申請したことで、浸水面積が減りましたけれども、でもその氾濫域における人口や資産が集中と、しているために、水害密度というふうに、呼んでますが、浸水面積あたりの一般資産被害額というのが、増加しているというような、傾向になります。で、この傾向はですね、この近年の非常に大きな水災害でも如実に見られてまして、この平成12年の東海集中豪雨、それから16年の新潟福島豪雨と福井豪雨というこの3つの水害を見ましても、非常に狭いエリアにですね、もともとリスクの高いエリアにたくさんの人が住んでいたということで、非常に大きな被害です。で、これはどういうことを表しているかというとですね、ハードな対策というのはもちろん水害リスクを軽減させるために重要なんですが、想定外の非常に大きな、水害が来た場合ですね、この、ハードな対策だけではもう、防ぎきれない、水害が来て、しかもその時には、一気に大きな、被害が出てしまうというようなことを指しているというふうになります。で、ハードな対策が限界に来ていると。で、氾濫が、実際完全に防げないということは、そうなるともうそこに住んでいる人は、とにかく、命を、助かるためには避難してもらう必要があります。で、この避難というのをじゃあどのくらいできているんだろうかというのを考えますと、避難率は非常に低いというふうに言われています。で、いろんな統計でも、実際、大災害、水害の時に避難しましたかという話に対して逃げましたという人は非常に少ない。なぜ、逃げないんですかと、逃げない人が多いと。それから、逃げ遅れというのもありますと。で、これは東海集中豪雨の時の話ですが、避難したかったけども、できませんでしたとか、あるいは救出されましたという人が、10.6% いますと。で、こういうわけでですね、実際その避難が十分に行われているとは言えないと。なんでこんなこの低い避難率や逃げ遅れというのが発生するんだろうというのを考えるとですね、一つはですね、その災害に対しての意識がすごい低いんではないかと。で、河川洪水に対しては、住民は非常に楽観的なイメージを抱いていると。で、つまり、うちは多分大丈夫だというふうに思っている人が非常に多いと。で、避難勧告とか避難指示が出てもですね、うちは大丈夫だろうということで逃げない人。で、あるいは、逆にですね、どうしていいかよくわからないので、行政が避難勧告を出すのを待ってましたという、場合もありまして、この場合はですね、逃げようと思ったけど、いつ逃げたらいいかよくわからなかったので、おろおろしているうちに逃げられなくなってしまいましたというような、ことが起きる。で、これもですね、どちらもですね、こちらにしてもこちらにしても、普段からですね、自分はどういう時に逃げなきゃいけないのかっていうのを、あまりちゃんと考えていないということが原因じゃないかというふうに考えているわけです。
で、まあ、あのハードな題材が限界に来ているのでソフトな、話でなんとか、この、話を、こういうですね、水害リスクを下げようという話になった時にはこういう人の意識というのを、考える必要があるというふうに考えています。で、まあ、これはその、行政の方もですね、まあ治水の考え方をですね、ハードな対策から、まあ、ソフトな対策も、考えるような形に、移してきているという話に、を示したんですね。で、まあ、つまりですね、水害リスクに備えるための要素として、まあ、これまではですね、その行政がまあ何とかしてくれるだろうという話を、中心に考えたわけですが、そうではなくて、もっと個人も、自分で何とかする努力っていうのをしていかないといけない。で、まあ、その辺がこう組み合わさったところにある共助というところまでいけるとですね、あの地域の災害というのは非常に減らすことができる、まあ、まず自分が逃げてもらうという必要がありますが、その後、じゃあ地域をいかに守るかという話になってきたときには、もちろん個人から発展してきた地域の一員としての住民というのもありますし、もちろんその地域を守る行政というところの立場もある。で、まあ、このあたりがですね、ちょっと曖昧であると、なかなかこの地域をですね、効率的に、災害から守ることが難しくなる。で、今日の話はですね、どちらかというと、まあ、事情の方から、まあ、共助の方へこうスライドしていくような話で、まあ、行政側からの、水害に対する支援という話ではなくて、まあ、個人のレベルから、まあ、地域のレベルへ、まあ、災害対応というのをどうしていくかと。で、まあ、ここに書いてあるように、その地域住民を巻き込んだ形での、まあ、災害対策というのが重要。で、あの行政の人がですね、できることっていうのはもちろんいくつもあるんですが、あの全てを、やってあげられるわけではないので、まあ、逆に住んでいる人たちは、まあ、自分でどこまでできるのかっていうのを見極めておくという必要もありますし、まあ、どこまでは自分でやろうということを考えておく必要もあるということです。で、じゃあ、それのためにどういうことをですね、行政はやっているかと言いますと、一つは、このハザードマップというのを公開するようになっています。で、あのこれは、2001年に水防法が一部改正されて、あのこのハザードマップは積極的に出していきましょうという形に、なりましたので、まあ、以前に比べて、この地域の、ハザードマップがたくさん、公開されるようになりました。で、まあ、この、まあ、今のところですね、2004年の10月現在で、まあ、361の自治体で作成されていると。で、あるいは平成10年の豪雨でこの避難の早まりを、まあ、このハザードマップを配ったことによって早く避難が始まったというようなことを、観測されたというような研究事例もあります。ということで、この、まあ、あのハザードマップというのはその、自律的避難に非常に有効なものだというふうに思われるわけですが、じゃあそれがどれぐらい、効力を発揮しているんだろうかというのも少し実態調査を調べしてみますとですね、じゃあ持ってますかという話を聞くとですね、あのほとんどの人が、まあ、そのハザードマップがあることすら知りませんとかですね、あるいはその自分のハザードマップがどこにあるかもしれない、これハザードマップが何かも知りませんですね、それから自分のところにハザードマップがあるかどうかも知りませんというような人が、まあ、大半を占めていて、もちろん処理している人も何パーセントかいるわけですが、あの多くはですね、まあ、あのせっかく作られているのになかなか使われていないような実情。で、まあ、こういう、この、もともと自分の地域にこういうリスクがあるということすら知らないとかですね、あるいは、ハザードマップ配られていることも知りませんというような無関心とか、まあ、これ認知的不協和という、これ、まあ、認識の、まあ、祖母っていう感じの、話ですが、から来る、その、紛失破棄っていうことですから、まあ、まあ、これ持って知りませんという話と、それから、もらいましたけど、まあ、あの例えば自分の家の場所を見てですね、あ自分の家は、まあ、ここですっていうのが分かったら、まあ、そんなもんかと思ってそれでも確認してももういいやと思って捨ててしまうというような話ですね。あるいはその知らない間にどこか行ってしまってどこにあるか分かりませんというような話が多いと。で、本来こういうものはですね、災害の時に、まあ、どこまでどういう形で来るんだということを見極めてもらいたければですね、まあ、日頃から目につくところに貼っておいてもらって、まあ、常々見てもらうというのが一番理想的なわけですが、実際配られてから、まあ、これが更新されるまで、何年もかかったりしますし、まあ、この辺にこういろいろ説明がついてるんですが、
非常に細かい字で書かれてますし、まあ、専門的なものも書かれているので、まあ、よくわからないという話もあります。もう一つ、配布されている場合はいいんですが、この情報公開に関してはですね、昔はまあこういうものを冊子にしてですね、各家に配るとかで、その地域の人に集まってもらって説明会をするというようなことをまあ行政がやってたわけですが、今インターネットが進んできまして、自治体のホームページにこれ出してますとかですね、あるいはそのウェブ型の GIS で示してます、まあ、地図で示されてますというような形になっていて、印刷したものも配ってませんというような話もできています。でただ世の中の人はそれほどインターネットのバリバリ使える人ばかりではないので、これまでこういうのに関心があった人もまあだんだん配られてこなくなりましたねという話になってしまったり、で、まあ、存在は知ってるけどその場所にたどり着けないというような人も現れているというような形 で、まあ、そういう形で公開したが上にですね、説明会が開かれなくなってしまうというようなことも起こってきてですね、マップは作られるんだけど、なんか思ったようにこう効力を発揮していないというような現状である。で、まあ、これをですね、せっかく作ったこの情報をもっとこの効率よく使うことできないだろうかっていうのを考えたのが、まあ、今回の、研究です。で、まあ、これ何が必要かということで、まあ、実際はですね、まあ、細かい話を飛ばすとですね、情報のマッサージっていうのが必要じゃないかと、まあキーワードとしています。つまり作成だけしてですね、入って公開して皆さんこれ見て分かるでしょっていう話ではもう無理で、この図っていうのはどういうことを表してて、あなたにはどういうリスクがあるんですよということをですね、しかも地域の人ではなく、個人個人、あなたの家ならこうです、あなたの家ならこうですっていう形で、やっていってあげないと、実は一人一人の関心っていうのは、薄れてしまうんじゃないかと。で、まあそういうことをですね、実際、することはできないのかということで、リスクコミュニケーションという、まあ、一つの枠組みですね、を使って、まあ、こういうことを実現することを考えていました。で、もう一つはですね、のキーワードは、これやる際に、少しその情報システム、まあ、こういうコンピューターシステムを、まあ、使ってみることはできないだろうかということを、考えたわけです。で、実際、安全な避難行動を誘導するための工夫としては、まあ、事前の準備っていうのを促進することが、重要なわけです。で、避難をしない人たちっていうのがいるわけですが、まあ、実際ですね、本当に、安全だからといって避難しない人もたくさんいるんですが、それ以外にですね、男性で避難 しない人っていうのは、家の家内を守るための活動をするというような、行動が見られまして、つまりその、自分の家がまあ疲れそうなぐらい浸水してきたという話になって避難確保が出ましたという話になったとしても、家族は逃がしてもですね、お父さんだけ残ってですね、1階の荷物を2階に移すと。でそうすると少しでもその被害が減ります、まあ、畳み上げて2階に移すとかですね、まあ、こういうような行動をするわけですね。で、まあ、こういう行動を、する人たちというのは当然避難をしない人たちの中にいるわけです。で、まあ、あるいはですね、たまたま一家のお父さんがですね、外で働きに行っていて、まあ、自分の家がその浸水の危険に今侵されているという話になったらですね、仕事先から、家族と連絡がつかないと、お父さんは一旦、何としても家に帰ろうとするというような行動が、見られますというような研究もあったりします。でそれは家族が本当に無事かどうかを確認するまでやっぱり、心配で仕方ないので、避難所に逃げたよという情報さえあればもうそんなこと、そんな危険なことはしないのに、情報がうまく伝達されないと危険を変えるに進むとしてしまう可能性がある。で、まあ、こういう人たちに対して、まあ、保険の効果を知るとかですね、あるいは家財の、移動によってですね、これとですね、保険の関係知ってもらうだとかですね、あるいは避難のトリガーとなる情報の獲得方法をいろいろと勉強してもらうとかですね、あるいは避難場所とか避難ルートを把握してもらうというような、まあ、事前のこういう準備を、して、まあ、少し勉強してもらうことで、この災害時に逃げる準備をいかにしたらいいかということを、に、まあ、自分なりに気づいてもらおうというのが、まあ、今回やることです。で、具体的にその情報システムをこれどう使うかという話なんですが、まあ、実際の住民の意思決定に対して、まあ、ハザードマップというその紙の地図というのは、まあ、全く役に立てないということはなくて、いろいろ役に立っているという報告があるんですが、もっと活用できるんじゃないかということで、まあ、このハザードマップの情報を使って、まあ、今回は、このリスクが見える、まあ、地図と。
で、いうものを作ってこの住民の意思決定に少し、変化を与えられないかというのが、で、ここでそのリスクの見える GIS というのは我々その、イメージ、するイマジネーションとそれから、シミュレーションですね、実際このハザードマップの作成過程で行われるシミュレーションを合わせた、イマジミュレーションというような、ものを作って、イマジミュレーターというようなものを作って、この意思決定につなげられないかということを考えました。で、今回開発者のこのこれに相当するものを開発していて、実際の、地域でですね、実験的に、使用していましたというような話です。で、じゃあその人の行動というのはどのようにして、変わるんだろうかということを、少し考えたのがこれです。で、メンタルモデルアプローチがありますが、人の行動というのは主観的な信念の集合に従うということで、自分が信念を持ってですね、こうだと思っていることを、信じて、それに、効率よいように人は動いていくんだというふうに考えますと、当然その水害時の避難行動だってその信念、自分が持っている信念に、よって、形成されるわけです。で、この他人がですね、出してきたその避難勧告とか避難指示とか客観的な危険性という情報だけを与えるのではなかなかこの信念の、枠にですね、意識、刺激を与えられなくてですね、つまり避難時の避難、水害時の避難行動を変えられない。で、それは、具体的にはどういうことかというと、窓からどのぐらいの水が見えたら逃げた方がいいなと思うとかですね、それは以前、水害が来た時そうやってそれで逃げたら間一髪うまく逃げれたとかですね、あるいは逆に そこに見えた時に逃げへんかったので、あの時は逃げ損なってですね、大変な被害を被った、とかですね、そういうそのいくつかの信念集合を出す、あるいはそういう話が親から声を言い伝えられてきているとかですね、いう話も当然入ってきますが、そういうその信念の集合です。で、そこに対して、この避難のメンタルモデルっていうのをですね、水害時の避難行動に関する信念の集合だと考えて、この、避難のメンタルモデルに対してこの事前の方策としてその自律的避難ですね、自分で、誰の、助けも、必要なしにですね、逃げるもの、ことを実現するためのメンタルモデルというのを構築を設けると、これひょっとしたら、構築というより再構築ということになるかもしれないですが、多分今持っている、避難のメンタルモデルというものを、いろんな、このイマジミュレーターを用いることによって少し、違う観点から見てですね、再構築してもらうということができればですね、少しでも避難に対する意識が変わるんではないかというふうに考えています。で、実際ですね、避難の行動計画というのはじゃあどういうふうに構成されているんだということを考えますと、まずは、2つ書いてありますが、もう一つ要素があって、まずいつ逃げ始めるか、それから、どこへ逃げるか、それから、そこへ行くまでどのルートを通って逃げるかというこの3種類で、避難というのを避難の行動というのが規定されると考えています。で、一番よく言われるのはですね、いつ逃げるかという時期を意識して逃げ損なりましたとか、あるいは早く逃げすぎたのでなんとなく損した気持ちになりましたとかというような話がよくあるわけですが、もちろんその行き先がですね、信じてて行ったところがですね、水にザブザブ浸かっててですね、ここ本当に避難所なのっていうようなところに行ってしまいましたということもありますし、うまく逃げればですね、水に合わずに逃げるために、知らなかったので、より危険度の高い方向へ逃げてしまいましたというような話もあります。ですから、その3つですね、いつ逃げるか、どこへ逃げるか、どうやって逃げるかと、この3個の、ものを使って、避難の行動計画というのを、規定しようと。で、さらに、その中で、いろんな水害に対してそのいつ、どこにどのように逃げるかっていうのを考えてもらうことで、疑似的ですが体験をたくさん増やしてですね、でこういうパターンの時はこういうふうに活動しましょうとか、あるいはその、全体を通してこの辺の地域に住んでるならこういうことはでも事前にやっといた方がいいなとか、そういうようなことを、考えてもらうと。
で、さらに、まあ、何人かの人で、まあ、同じようなことを体験した、してもらった人同士が、まあ、話し合うことで、この自分のメンタルモデルっていうのを、再構築するということが、まあ、この、リスクコミュニケーションの目的ということになります。で、まあ、水害のリスクコミュニケーション、今頃、スライド出てきましたが、まあ、今回では避難メンタルモデルを、まあ、構築、あるいは再構築するために、使う手法で、リスクコミュニケーションというのはリスク事象に対応するための行政、住民間の対話技術というふうに定義付けますと、ここでは水害リスクに対応するための行政、住民間というより住民、住民間というような話にもなっていますが、対話のことです。で、従来はですね、このリスクの専門家がいて、で、実際住民の人がいて、この一方向で、こちらからですね、その情報を、一方的に与えるというような話が多かったんです。つまり、こうなるので、あなたはこの時はこういうふうに言えないとダメですよというような話にすることが多かったわけですが、コミュニケーションということで、いや、それはこういうこともあるんじゃないですかという話をもう返してもらって、この相互に、情報をやり取りするというようなことを、することで、全体としてですね、全体としてという、住民個々人が、いろんなその、意思、自分の行動を、決定しているというような、過程を、実現しているというものです。で、ここで、この考えたのは、今のような、枠組みを支援するような、システム、情報システムというのはどういうふうに作ったらいいかということをさらに考えています。で、もし、こういうことをするしようとするなら、少なくとも、仮想体験をたくさんしてもらわないといけないということで、実は、ハザードマップ作るときにはシナリオっていうのはいくつもやるわけではなくて、最悪の状態っていうのを考えて、その状態であなたの地域はこのぐらい使えますよというようなものを作るわけですが、今回の場合は最悪だけではなくてですね、例えば10年に1回ぐらいの大雨とか、あるいは30年に1回ぐらい来る大雨とか、100年に1回ぐらいしか来ないような大雨とかですね、というようにその、いくつかのパターンですね、雨の降るパターンを、いくつか設定しまして、それに対してそれぞれ、行動を、どうしたらいいかというのを見てもらうということで、この仮想空間の多様化というのを図っています。で、そういうものを、うまくその、住民に対してですね、提示できるようなシステムと、それから、その上でインタラクティブに、この人の行動を評価してもらうようなシステムというのを、作ればですね、こういう水害のリスクコミュニケーションを支援することができるんじゃないかというふうに考えています。で、あともう一つですね、先ほど、お父さんが荷物を2階に運ぶという話がありましたが、この避難行動とですね、それから物的被害軽減行動という、家財を守るということですね、は、意外とトレードオフに、なることがありますので、もう一つ、避難だけではなくて、その家財と、それから資産の関係を示すような、システムも、少し、こちらはどちらかというと避難の、日時的な話ですから、全体のストーリーの中から少し離れた話ですが、少し体験してもらうことで、こういうことも考えてくださいというために作ったものですね。で、じゃあその中で、どういうふうにこの情報システムを作ったのかということですが、先ほどから出てきている GIS という、システムの上に作ったわけですが、GIS 地理情報システムというものなんですけれども、実際どういうふうに作られているかというと、GIS はですね、データベースがドンとありまして、その上に、GIS のエンジンと呼ばれるものがあって、その上に、アプリケーションという形で作られている。この赤い、この3つや3要素でこう、くっついてですね、作られている。で、これとシミュレーターの関係というのはどういうふうに見るかというとですね、今の GIS っていうのは実際はその地域の現実の情報を、現実世界の情報を管理するようなシステムであって、シミュレーターの方は、仮想世界ですね、パラレルワールドの世界ね、今ここで、100年に1回ぐらいの雨が起こったらこの街どうなりますとかっていうようなシミュレーションが起こるわけです。で、実際、今すぐここで、100年に1度の雨が起こるわけではないし、じゃあ本当に100年に1度と言われている雨が降ったとしてもですね、このシミュレーション通りに今ことが起こるわけではないです。なぜかというと、シミュレーターというのはいろんな、過程を設けてです
ね、まあ、計算をうまくやるためにですね、いろんな過程を設けているので、その過程が全て満たされれば、ひょっとしたらそのようになるかもしれませんが、全ての過程が、まあ、満たされることというのは、まあ、ほとんどありえませんので、まあ、具体的にはやっぱりちょっと、違うパラレルワールドの世界が走ると。でつまりリアルな地域情報と、それから、まあ少しパラレルワールドの情報というのをこう行ったり来たりするようなシステムにする必要があると。で、まあ、これを実現するためのやり方としてはですね、まあ、何種類かやり方はあるんですが、今回はこのやり方を取らせてもらいました。まあ、これ GIS のシステムと、まあ、データベースがここにあるんですが、シミュレーターはもう全然別枠のところで、あってですね。で、実際、まあ、こういうところから、データを渡してシミュレーションしてもらって、結果だけはこっちにもらうという形で、実現するという話です。で、まあ、シミュレーターというと、まあ、GIS とくっついてですね、実際シミュレーション付きのシステムになっている場合も多いんですが、今回は、そこまで、複雑なものをやってなくて、とにかくシミュレーターは外枠でやってます。で、まあ具体的に言うとですね、別の先生が研究されたシミュレーターのシミュレーションの結果をですね、もらってきてですね、この上に載せましたという形でここは実現させています。で、もちろんですね、こちらのシミュレーターもプログラムで書かれているわけですから、うまくアプリケーションとして捉えると、まあこれですね、シミュレーターがバサッとくっついたようなシステムをすることもできます。で、これと、もらってきただけのデータの違いというのは、後ほど、シミュレーションのシステムにつながらですね、少し説明させていただきたいと思います。まあ、今回は、データを、まあ、対象地域の、シミュレーションの結果のデータをもらってきましたという形で進めています。で、まあ、ちょっと飛ばしましょう。で、実際じゃあこのシステムどういうふうに作られているかというと、まあ、浸水状況表示システムというのと、それから、いくつかの、システムがあるんですが、氾濫アニメーションっていう、システム、それから、避難シミュレーターという、まあ、サブシステムですね、それから、まあ、家屋の被害予測という、まあ、サブシステム、この3つの、ものを作っています。で、これはもう震災、氾濫でどういうふうに起こっていくのかを、まあ、アニメーションで見てもらうというシステムで、まあ、ハザードマップに近いですが、時間とともにこうどう広がっていくかというのが分かるという意味で、ハザードマップより少し、まあ、ユーザーにとって見やすくなったシステムであると思っています。で、このシミュレーターに関しては先ほど言いましたように、いつ逃げる、どこへ逃げる、それから、どういうふうに逃げると、どのルートで逃げるというような3点から、その避難行動を、まあ、評価するような、システムですね。で、こちら側は家屋の、まあ、被害を、どの程度に、火災の被害をどの程度かというのを予測するシステムです。で、まあ、これはその、GIS、まあ、今回その時空間情報、地理情報システムという、まあ、ソフトの上に作っていますが、この上で、GIS の上で実現する。で、データは大体どういうものを使っているかというと、こういうデータを使っています。で、先ほど、シミュレーションのデータをもらってきましたと、言った通りですね、ここの時系列浸水深というのは もらってきたデータベースがそのままくっついていますという形になっています。で、それ以外は、まあ、最大浸水深というのはこれ別にちょっと持っていてですね、まあ、これはハザードマップの元になるようなデータですが、まあ、それちょっと別枠で持っています。で、それから、まあ、火災の被害予測するので建物のデータを少し、まあ、形状だけですが持っています。まあ、このような、データ で構成されています。で、まあ、ちょっと具体的にどんなシステムなのかは、これこのそのシステムです。少し、まあ、対象地域はですね、東海集中豪雨の、被災地であります。まあ、東海集中豪雨の時に一番大きく、切れたのがですね、この真ん中の新川という川なんですが、まあ、この新川流域の、まあ、氾濫シミュレーションを、まあ、もらってきたと、まあ、これは愛知県の河川課からもらってきてですね、で、その、周辺の地域のリスクコミュニケーションのためのツールを作ったというのが、まあ、今回の、ソフトの概要です。で、少し、氾濫シミュレーションをお見せしますと、先ほど、いくつかシナリオがありますと言ってましたが、まあ、ここにシナリオを、示しています。で、まあ、どういうシナリオの、まあ、シミュレーションを見たいかというのを、まあ、選択できる。で、まあ、ここはですね、
まあ、大規模とか中規模とか小規模というかという形で、まあ簡単に書かせてもらってますが、10分の1とか30分の1とか50分の1というのは、50年1度とか30年1度ということを表します。で、まあ30年1度と言われてもなんかよく分かりませんという話である場合は、まあ中規模、大体中ぐらいですとかですね、あるいはあんまり大きくないですとかっていうふうに見てください。で、もう一つはその、川がですね、破天するかしないかっていうので、少し分かれています。で、元々のシミュレーター自体が、外水のその川の波形の氾濫だけではなくてですね、下水も使ったですね、内水の氾濫も、一緒にシミュレーターとしているシステムですので、非波形の場合でも浸水するという場合が出てきます。まあ、それは水たまりが、下水から水が溢れてきて水たまりがだんだん大きくなっていくような、イメージですが、まあ、そういう形の、シミュレーションもあります。で、まあ、例えばですね、ここで言うと、じゃあ、波形の中規模のを見てみますと、これ再生しますですね。まあ、ちょこちょことこう、水が出てくる様子がわかると思うんですね。で、どのぐらいの量かっていうのは、この色で少し分かれてますが、中規模で波形でも、まあ、この辺水溜まりできて、このぐらい水が出てくるような地域です。で、まあ、こういうですね、シナリオが全部で68種類、この上に載っています。まあ、もちろんこれは、元のシミュレーターが68種類のシナリオを、シミュレーションしたということを指しているわけですが、まず、あ、で、まあ、次はですね、この、避難のシミュレーションですけども、まあ、この避難のシミュレーション、先ほど、いつ逃げ始める、どこへ逃げる、それから、どういうルートで逃げるという話を、元に作りますという話をしてましたが、実際ですね、こういう避難のシミュレーションをする場合ですね、多くの場合は、いつ逃げますかは、まあ別にしてもですね、どこに逃げますかというのは、実はもう、自分の一番近い避難所とか、まあ、指定されている避難所に逃げるというように、もう勝手に決め打ちにしてしまう場合が多いと。でそれからもう一つは、どういうルートで逃げますかというのは、実はその、こういう地図がありますとですね、カーナビで計算するみたいにですね、最短ルートを出して、そのルートで逃げるというふうに計算する場合が多いんですけども、実際ですね、そこに住んでいる地域に住んでいるですね、市民の方はですね、そんなルートで逃げないんですね。私ももちろん、自分の地元に帰ってですね、今水害があったらどう逃げるっていう話になったら、どこへ逃げる、どのルートで逃げるっていうのはですね、慣れ親しんだ道を通るとかですね、あるいはそっちの方へ行くと危なそうやからっていう自分の記憶を使ってですね、逃げるとかですね、まあ、いろいろ、やるわけで、その、まあ、機械が勝手に判断するような道では普通逃げない。ということで、まあ、ここではそういう情報は全部皆さんに入力していただこうということになっています。でまずはその個人情報をちょっと入れてもらおうとなって、これはまあ水に洗った時どのぐらいの水が来るのかっていうのを計算するために、まあ、身長どのぐらいですかっていう話を、入れていただきます。それからあとどのぐらいの速度で歩けますかと。で、まあ、これは防災計画で示されているのはこのぐらいですとか、通勤者とこのぐらいですとか、まあ、いろいろと設定されているのがありますが、任意に入れたければ、まあ、数字入れてもらっても構いません。で、まあ、例えばこの防災計画で逃げる速度にしましょう。で、次に、地図でですね、どの辺、あなたの家どの辺ですかという話があります。まあ、少し地図拡大してもらっていく、まあ、先ほど言いましたように、建物情報が少し入ってますので、まあ、この、例えばこの、これ、避難所なんですが、この東映小学校という小学校に、まあ、この辺に住んでいる人が逃げるというような、場合はですね、まあ、避難経路の設定というのをしてもらいますと、まあ、例えばここからですね、私、こう通って、こう通って、まあ、こう道に出て、こう行って、こう行って、まあ、こう行って、こう行って、でまあ、このように行きますというような設定をしていただく、まあ、これはもう普段使っている道、あるいはその ここへ逃げるとしたらどの道ですかという話を、まあ、その場で入れてもらうということですね。で、そうすると、で次はいつ逃げますかということです。で避難勧告以外にですね、この東海集中豪雨の、経験を受けてですね、避難準備情報というのが最近は出るようになってまして、避難情報よりも、まあ、前ですね、実際、きっかけは、
あ、このきっかけは、高齢者ですとか、あるいは障害者の方は、もうこの情報が出たら逃げ始めてくださいというような、勧告で、まあ、災害弱者に対する避難勧告という位置づけでもあるんですけれども、まあ、こういう情報、あるいは、別の情報と。で、まあ、これ、分かりやすいようにですね、これはどんな時に出ますとかっていうのがちょこちょこ下に出てくるようになってます。で、まあ、特にこの地域はですね、もう雨量とですね、河川の、まあ、ある地点の河川の水の量に、合わせてですね、もう自動的に出るようなスキームを持ってますので、逆に言うとシナリオシミュレーターのどの地点でも避難勧告が出るというのが分かるということになります。で、まあ、そこの、その、避難勧告の、まあ、出し方のですね、がその行政のにその、ルール化されていない場合はですね、これ指定されてそのどの辺に当たるのかというのはシステムの中でわからないですが、まあ、少なくともこの地域はシステマティックに出すスキームを持ってますので、まあ、そのように出すと。でそれ以外にもですね、洪水警報とかですね、大雨警報とかっていうもっと手前の方に出るような警報ですとか、あるいは最近はですね、インターネットでその川の水位を直接見ましょうというようなサイトも出てきたりしまして、まあ、この地域もそういうサイトを、徐々に整備していっているところなんですけれども、まあ、そういうので、まあ、具体的に自分で見ました、まあ、インターネットで見ましたでもいいですし、まあ、窓から見えるのでそれを見ました、あるいは、見に行きましたというような話も含めてですね、この川の水位を直接見ました、あるいは流域の雨量っていうのを、まあこれも、気象庁のホームページで見ましたとかですね、まあ、そういう形で、まあ、これまでなかなか取りにくかった情報だけども、まあ情報化が進んでですね、見れるようになったという情報を、まあ、少し含んだ形で、このタイミングというのを測れるようにしています。まあ、例えば避難勧告で逃げたということにしましょう。それから避難勧告出てすぐに逃げるというのもなかなかなくてですね、まあ、いろいろ、その活動した人のですね、話なんかを、まとめますと、その10分、まあ、そのすぐ逃げると言っても、持ち出し員が準備してあっても、まあ、大体10分ぐらいはかかりますと、まあ、家族で逃げる場合はですね。で、避難勧告出てから、その通帳とか印鑑とかっていう、まあ、貴重品をこう集めて、なんかやりましょうって言ったら、30分ぐらいかかりますと。で、さらにその1階の家具2階に移してみたいな話するとですね、もう1時間ぐらいかかってしまいますということで、まあ、このぐらい。デフォルトでちょこちょこと用意してます。で、まあ、それ以外でもですね、細かく指定したければここで数字入れることもできますが、まあ、10でももちろん20でも30でもここでできるんですけども、まあ、例えば、10分後に逃げるとしましょうと。それでこうやりますと、まあ、具体的にはこう、こんな、ものとですね、それからこんなものが出てくるようになってます。で、これはペケ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 ってついてますが、これもその実際細かいデータはここにちょこちょこっとちっちゃく書いてあるんですが、まあ、あまり細かいことを言っても分かりにくいかということで、大まかに、分かってもらうために、丸はもう、水に合いませんというものです。で、三角は、まあ、浸水に遭遇しますが、ペケは膝より上までで、の浸水にあると。で、膝上の浸水に合うとですね、ほとんど歩けなくなるという、まあ、統計的なデータがありますので、まあ、膝より上と下で少し、分けて三角と出すというふうに分けました。だから三角は水には合いますけど、まあ、なんとか前に進めるような水です。で、ペケは、もう進めなくなるところがあります。というような話です。で、例えば、これどこでもそうなんですが、これ、10年に一度の雨でも、この今のルートで今のタイミングで逃げると、まあ、膝より上の浸水が出ます。浸水にあります。でもちろん、もっとでかいですね、やつにあればもっと上に上がってきますよ。というような話です。で、ただ、これだけ言われてもよくわからんということで、例えば、こんな10年に 1回程度のすごい小さな、洪水でもですね、本当に どの辺でどういうふうに水にあるんだということを見たければ、こっち側に移ってもらって、これ10年に一度っていうのを選択してもらいますと、まあ、あなたの家はここですと、今黄色の線で表されましたね。で、避難勧告が出た時に避難勧告が出て10分後に逃げると言ってましたけど、その時点で周りの状況はというと、もうこんな状況になってますっていうのがこの図です。で、ここから、10分経つと、まあ
ここに映ってますと、まあ、後ろからこう水が来ているんですが、うまくこう、逃げてますねと。で、ただ次の10分で、ここに実はもう大きな水たまりがあって、ここで、まあ、あの非常に大きな、水に吐くと。で、さらに進むと、まあ、その水を越えて、まあ、ゴールに着くんですが、まあ、このルートで行けば、まあ、この辺りですね、この辺りで膝より上の水に当ってしまいますよということで、まあ、目的地まで行けない可能性がありますというようなことを示しているとで、まあ、これあの、別にこれ1回で終わりじゃなくて、じゃあ、どうやったらいいんやというのを何度も何度もこうやってもらうことができますので、じゃあその実際安全な、避難時期だとか、あるいは避難場所だとか、避難ルートっていうのを考えてくださいという話になるわけです。まあ、この辺ですと、実はその地域をよく知っている人はですね、このルートで逃げるというのは危ないのを大体よく知っていてですね、こちら側に少し、高い、街道があってですね、少し遠回りしても一旦こっちへ出てぐるっと回っていくと行ける可能性があるよというのを知っている人は、まあ、ルートとしてこう出てこう回ってこう行くってやるとですね、あの丸になったりします。同じタイミングで逃げたとしても丸になったりすることがあります。もちろん、タイミングをもっと早くしてもらえばですね、水が出る前にここにゴールしますから、やはり丸になります。あるいは、この避難所といっても、この何も指定避難所に逃げる必要はなくてですね、もっと近くでですね、あの雨をしのげるところ、水をしのげるところと知っていれば、もっと安全なところに逃げるということで丸にするということになります。まあ、その辺の選択っていうのは、個人個人で違うと思いますので、まあ、個人個人で考えてくださいというような、ことをするシステムです。で、まあ、もう一つはですね、火災の話ですが、まあ、これはちょっと、避難の話から言うと、ストーリー的にはおまけっぽいんですが、例えば、まあ、今も大体水にどこが使うかって分かっているので、あれですが、例えばこの家の、に私住んでいますと。で、まあ、あとはですね、今大体どのぐらいあの家に資産ありますかというのをちょっとした質問でですね、やっていきますと。で、まあ、2階部分が、まあ、全体の50% ぐらいの家で、それから、勾配はまあほとんどなくて、世帯は、まあ夫婦と子供世帯で、まあ、世帯の年収どのぐらいですかっていうのが、まあ、300から500ぐらいですっていうと、まあ、あなたの家の資産は大体このぐらいですっていう話を弾いてくれます。もちろん、自分の詳細な資産額知ってるのを書いてもらえばもちろん使いますが、まあ、大体ですね、このぐらいです。で、問題は、時間によって2階に移せるかもっていう話のもので、ここではそのテレビとかですね、ビデオとかパソコンとかですね、タンスとか、その辺をですね、移すとか移さないとかっていうのをやってみましょう。で、まあ、分かりやすいようにですね、みんな1階にあるとしましょう。まあ、1台いくつになったと。で、大体これが1つずつあると何本ぐらいっていうのは別に試算してまして、まあ、こういうものを合わせると大体300万ぐらいになりますと。で、これで計算しますと、まあ、あなたの家の、資産っていうのは、まあ、10年に一度、30年に一度ぐらいの、雨ですと、まあ、10年に一度でも30年に一度でも大体被害額は同じぐらいです。ただ、50年に一度の雨が降ると、被害額がまあこのぐらい大きくなりますし、100年に一度が降るとこんなぐらい被害額が出ますよという曲線ですね。で、もちろんですね、で今、テレビとかビデオとかこう下に置かれてますが、これをですね、2階に上げましょうという努力を例えばしましたとして、適用しますと、今オレンジの図出ましたが、この被害額がこのぐらい下げられますと。少し下がってますね。10年1と30年1とも同じですが、こちらですね、まあで、まあ、実際どのぐらい使ってんやっていうのを見てみますと、10年に一度ですと、まあ、この床上まで来てませんということなので、テレビ上に上げようが下に上げようが同じなわけですね。で、ただ、その大規模とかっていう話になりますと、大規模構図になりますと床上浸水してますから、これを上げた効果が少し出てくるわけですというような、話になっていると。で、
例えば、発展するとこれどのぐらいになりますかっていうと、発展すると、まあ、これがですね、まあ、ここからここの幅の間に来ますよということなんですが、さらに被害額がぐっとこう、右の方にまあ大きくなりますよと。で、ただし、これ適用、ちょっと分かりにくいですね。これ適用しても、まあ、やはり少しだけ減ります。で、ここでですね、例えば、ちょっとやめて、保険に入ったとしましょう。まあ、全額保証すると保険に入ったらどうなるかというと、保険っていうのはまあこのぐらいカバーし、まあ、ピンクのところぐらいカバーしてくれますよ。だから、うまく保険に入っておくと、まあ、例えば、テレビ上に上げるようなリスクは、この保険がかなりカバーしてくれますから、まあ、命をかけてまでテレビを上に上げるようなことはしないでいいんじゃないですかというようなことを、まあ、分かってもらおうというような話。もちろん、これで今何本ぐらいの保険かけてるから、これやったらタンスだけ上げた方がいいとかですね、という話になってくるかもしれませんし。まあ、逆に言うとですね、ここまで、分かっているものであれば、もともと2階にあってもいいものは2階に置いといた方がいいんじゃないですかという話も当然あります。で、まあ、そういう話をですね、まあ、このしてもらうために、まあ、いろいろと、シミュレーションの結果を出しているわけです。で、まあ、これ自体で、あなたの家こうなりますから保険に入ってくださいというシステムではなくてですね、まあ、その場合はこうなりますとか、ああなりますとかっていう、まあ、ちょっとお金のシミュレーションをしてですね、まあ、今、その、何か物を2階に移すような行動っていうのは、まあ、その全体の中でどれほど意味あるのかっていうのを、まあ、見てもらうというようなシステム。で、まあ、こんな、3つの機能を備えたシステムを作って、実際、まあ、コミュニケーションしてみたと。で、まあ、今のシステムはこんな話になってますよと。これちょこちょこ見てもらったやつですね。で、じゃあ具体的に、リスクコミュニケーションがどんなふうになったかということなんですが、実際やったのは、2006年の2月2日3日、まあ、もう一回、3月の31日にもやはり同じ地域ですね、愛知県の清須市の、先ほどの地域の中の、まあ、2つの地域、3つの地域を使っての人に参加していただいて、このコミュニケーションをやってみました。まあ、ここではその前段の2回の話がまとめられています。で、まあ、検証の目的はまあ先ほどからずっと言っているように、まあ、実際自分の避難のメンタルモデルに意思、その刺激を与えられるかということが問題です。で、今、説明しましたように、対象地域は新川の地域と。で、この東海集中豪雨で、まあ、大きな被害を受けたですね、まあ、旧西平井町とか、まあ、新川町とかっていうようなところが、この辺りですね。で、まあ、こちらですが、まあ、今回、対象地域として選ばせてもらったのは、新川町が2カ所と、それから、まあ、この西平井町1カ所ということで、まあ、皆さん、多くの方はですね、被災体験された方ということに、なっております。で、シナリオは、まあ、先ほどから何度も言いましたように、河川課の方からもらってきた、データで、まあ、こういう、シナリオで、まあ、68種類のシナリオがあります。まあ、大まかに先ほど説明させてもらいましたので、ここでは細かいところはもう省かせていただきます。で、まあ、やり方ですけども、まあ、一つのグループはですね、このように、まあ、コンピューターを置いてもらって、まあ、この前でもインタラクションでも、個人でも自分の、避難計画を何度もトライアンドエラーを繰り返してもらって、まあ、作り直していってもらうというようなことをやりました。まあ、これを、まあ、これコンピューター2台あるんですが、まあ、2人から4人ぐらいのグループで、やってもらうという形で、で、もう一つの方はですね、これ、まあ、実際やってるのはうちの、もう卒業してしまった学生ですが、学生さんが、この前に大型のスクリーン、まあ、こういう形のスクリーン出してですね、まあ、今のような説明をしながら、参加している人の、まあ、実際のこのルートをこう入れてもらう、入れてですね、で、まあ、それの評価を、まあ、順番にやっていくというようなことで、まあ、13人ドーンと参加してもらってやるというような形で、行いました。で、まあ、検証手順はですね、まあ、事前に、まあ、現状はどういうことを考えてあるのかということを探るアンケートさせてもらって、で、次に、まあ、ハザードマップをですね、知ってるか知らないかという話と、ハザードマップについての説明を簡単にさせてもらう。それから、先ほどのシステムを使って、いろんなシミュレーションをやってもらう。で、その後、まあ、今回、意識調査を、させてもらうというような、形で、やりました。で、まあ、実際どんな人が参加していただいたかということなんですけれども、まあ、年代は、ほとんど、60代より上の方ということで、まあ、多くの方は高齢の方
で、最初の、2月2日の方はですね、ほぼ男性です。1人だけ女性の方が生まれた。それから、2日目の方はほぼ、半分以上ですね、は女性、3分の2ぐらい女性というような形で行わせていた。で、ただし、こう見てもらったら分かると思うんですが、東海集中豪雨で被災された人は、こちらはもう 100% です。全員被災されています。西平島の、地区なんですが、これは皆さん被災されています。それから、こちらの方の、新川地区の方も、8割5分の人は、床上おられる、または床下浸水を経験されている。で、さらに避難したという方も、このぐらいの割合でいるというような、中で行わせていただいたものです。で、実際はですね、これがどれほどの、価値を持っているかというのはまだまだこれを検証する必要があるんですけれども、今回の、研究で、この実験で見られたのは、事前のアンケートで水害に備えて持ち出し荷物を準備していないという人が、事前事後のアンケートで、ぜひやりたいと思うとか、おそらく準備するとかっていうような形で、意思を少し変えた人が何人かいました。それから、このグループ B の方ですね、この、主婦層が多かった方がですね、絶対するという人が 83% ぐらいだということで、避難に対する意識の向上は少し見られるのではないかということですね。それから、こちら、実際、じゃあ、タスク前は、どうやって逃げますかと、どういうルートに行って、どこに逃げますかという話を、アンケートを取っているんですが、福祉センターの方に逃げると最初言われたのが、いろんなシミュレーションした結果ですね、隣のマンションに逃げるというのが一番、いい選択ではないかということに至りましたということで、事件の後にはですね、逃げる場所が非常に近いですね、隣のマンションに逃げるということで、安全の確保をですね、優先した避難の行動計画というのに変わったというような話があります。でそれから、もう一つ特徴的だったのは、先ほどの遠い小学校のところなんですが、ここはですね、実は、実際シミュレーションやってみるとですね、この小学校の周りがどーっと水で浸かるというシミュレーションになります。でこれは東海集中豪雨の時に、この地域で水害経験された方もこの小学校自体も水に浸かってたという話をされてるんですね。でただその後、いろいろ、治水対策されて、小学校自体はもう少し安全な状況になったんですが、周りはですね、ちょっと年が低い、ということで、やっぱり水のたまる状況が変わっていないと。で、それで、ここに逃げましょうっていう話になった場合には、やはり、どっかで水に遭ってしまう可能性がある。で、ただ、地元の人はですね、地域の情報として持っているのは、ここに、一つ一本、身の回路という回路が少し高い道があるんですが、こっちに逃げると、大丈夫です。で、ここは、鉄道が通っているんですが、線路の上ちょっと盛り上がっているので、その横を、歩いていくと、こういうふうに入れますよ。で、どうしても東海小学校に逃げたかったら、こういうルートが一番安全じゃないかという話と、それから、そうではなくて、もっとこの辺にその一時避難の施設を作った方がいいんじゃないかという話とか、あるいはこっちに駅があるんですが、駅の方も今とりあえず逃げると。いうような方法もあるんじゃないかというような、意見が、こんなことでシミュレーションしながらやってると、出てきて、実際はそれを知ってる人は、4人中1人だけが、そういうことを熱心に、説明されてたんですが、他の人たちはそういうことならそっちに逃げた方がというような話になりました。ということで、こういうツールを、これのおかげかどうかちょっと何とも言えないところはあるんですが、こういうコミュニケーションを通してですね、少なくとも、今まで知らなかった知識を得ることができる。で、あるいはですね、これの回もですね、その次の回もですね、地元の議員さんが参加されていて、そういうことならこの市にですね、そういう、形も、例えばここに、避難所、一時的な避難所を作るような、ことをしているようなことをやってみましょうというような話になったりもしまして、地域として、全体を そのリスクを下げるための活動に少しつながったのではないかというふうに思います。で、被災者、被験者ですね、協力者の声は、を聞いてみますと、募集システムに対しての、声も含んでますが、
大体この繰り返してみることで納得しやすいとかですね、まあ、自分の家が入る段階で浸水するのが分かるとかですね、あるいはその動くのでまあ印象が強くなりますとかっていう話もあったり、あるいは避難の話も経路変更の必要性が分かるとかですね、もっと避難場所を考え直そうと思うとかで、まあ、あの家屋のまあ被害予測も少し興味のある人にはやっていただきまして、まあ今後一緒に1階に置く家具がまあちょっと少なくした方がいいんじゃないかと思ったとかですね、まあ、ちょっと保険に入ったら安心かもしれないと思ったとかですね、まあ、そういうような、意見も見られましたというような、結果になりました。で、まあ今回の、話はですね、全体的に言いますとこの、リスクコミュニケーション支援システムを作って、まあ、実際それがどれくらい使えるのかというのを検証したわけですけれども、まあ具体的にはこういう考察ができましたということで、まあ、今後はまあもう少し、ローカルナレッジ統合したり追加実験しなきゃいけませんというような話でまとまっているんですが、実はまあこれを全部まとめた後にですね、もう一回3月31日に、3月27日に、まあ、この地区はこの地区です。同じ地区で、この、塚口と駅前の、この辺の人ですね、ここを中心に、まあコミュニケーション自体を迎えてみたんですが、こちらはですね、まあどちらかというと、もっとこのシビアな話ができてまして、まあこういうようなそのシステム、以前の問題として、まあ、このシミュレーター自体が、まあのまあ、どのくらい新しいのかですね、まあ、いつの時点の情報を、元にですね、このシミュレーター構成されたかによって、やっぱりこの、ここに起きることっていうのの、まあ、信憑性が変わってくると。でもちろんですね、まあ、先ほど言いましたように、シミュレーション自体は、パラレルワールドの世界ですから、全く同じ過程が現実に起こるということはほとんどありえませんので、まあ、これ自体もそれほど信憑性が高いわけではないんですが、データが古いからですね、シミュレーションの技術自体が良くてもですね、結果が全然違うんじゃないかという話も出てきました。で、じゃあ実際これ作ったのはというと、この、ストーカー集中豪雨の、まあ、後を受けて、いろんな治水工事を完成した上でのシミュレーションをしているんですが、さらにその最近ですね、新たな動きがありましたとかっていう話がどの程度入っているのかという話になってくると、まあこのシミュレーション自体をリアルタイムにその現状に合わせてですね、やっていけるようなシステムというのが必要になってくる。でそれからもう一つはですね、こちら、今、ここにですね、新川とこっち側とかこの川なんですが、この新川の綺麗な話ばっかりをしているんですが、実はここ、先ほどのシステム、見ていただければ分かると思うんですが、これ、新川っていう川で、今、拡大したのこの辺を拡大させてもらったんですけど、こちらに庄内川っていう川がありまして、でまあ、こちらに五条川っていう川が流れている。でまあ、実はここはもう山線が非常に切迫した状況になると非常に危ない地域ですというふうになっているんですが、この地域の人はですね、まあ、もちろん新川が切れるのも重要だけど庄内川が切れるという話の方がはるかに切実ですという話があります。でこちらの地域の人はこちらも重要だけどこの五条川っていうのが切れたらまた大変なことになりますよという話もあって、今河川一本だけをこう中心に、まあ、内水は別としてもですね外水はここだけ頑張ってますという話でやると、やっぱりいやこっちじゃなくてこっちが切れるのが知りたいんだよと。もちろんですね、人によってはこっちの川の近くに住んでる人もいるわけで、そうすると、まあ、こっちの川切るときは実はあんまり危険ではなくて、私はこっちが切れる方が知りたいという人もいます。でこっちの川にしてもですね、浸水の、シナリオで、波形ポイントというのがいくつかも、これもらってきたシミュレーション結果だというのはどこで切れますというのも、シミュレーションするときにあらかじめ決めました、それでやりましたということになってますので、結局のところ、本当に、まあ、例えばここの地域に住んだとしたらで私ここに住んでますとしたらですね、まあ、自分の家の横が切れるというのはあまり見たくないものですが、ちょっと上流が切れたときどうなるかとか、あるいはちょっと下流が切れたとき私どうしたらいいんだろうかというのは、まあ、怖い程度見てみたいというところなんですね。でたまたまそこに波形ポイントがあるシナリオが出たとしてあればいいんですけど、まあ、ない場合、あまりその、活発な気温にならないという話もあります。
で、これがさっきシミュレーターを直接組み込んだときとデータもらってきたときの違いで、直接組み込んでいればその場でじゃあここ切ってみましょうっていうようなことが言えるわけですけれども、今回はもらってきたデータですので、いやもうそこは切れるっていうシナリオはないんですっていう話になってしまう。で、まあ今後の課題としてはですね、やっぱりシミュレーターを含んで、あるいはその、治水の施設とかをですね、少しその効果を入れるような形にシミュレーターを組み直していけばですね、これの、リスクし、リスクコミュニケーション支援の機能というのは少し上がるんではないかというのが一つあります。で、もう一つは、このシステム、先ほど見ていただいたように、非常に味気なくてですね、建物の形がしっかりと書いてあるだけで、で、まあ、道路もなんか線でピュッと書いてあるだけなんですね。で、そうではなくて、もうちょっと地元の人たちから言わすとですね、この看板のある角をうまいこと曲がったら実はその上に上がる道があるんやとかっていうような話を、入れていくというような話をしようと思うと、いや看板がどこにあるとかですね、あるいは、この辺の地域の人こういう水に災害よくあるので、家によっては少し下駄履かせてる家があるんですね。で、そういう家、私の家に下駄履いてますとかっていう家を、まあ、事前調査するとか、地域のローカルの情報をもっといっぱい詰め込んで、それプラス、まあ、過去の経験談ですね、をいっぱい入れ込んでいくとですね、コミュニケーションの促進という意味では入ってくる、さらにレベルが上がるという。で、まあ、今回たまたま参加してくれてた人の意見がたくさん出ましたが、参加はされてなかったけれども、ここでは水害の時にはどんな苦労をしましたとか、こんなことがありましたというようなことを思っていられる方がいっぱいいると思いますので、まあ、そういう 知識、まあ知恵というか体験談をですね、いっぱい入れて、で、まあ、それの中からまあ自分の、行動に合ったものをですね、選べるようなシステムにすることが、まあさらにこのシステムを、より良いものに、する道ではないかなというふうに考えております。まあ、時間がちょうど約1時間ということで、以上で、発表を終わらせていただきます。止めます。